はい、ひとつき万冊、清水です。ね、知ってる人には知っているけども、あまり知られていない話が、朝日新聞の33歳の記者さんが、自ら命を絶ちました。で、これはですね、週刊文春が取り上げています。で、なんでこういうことが起きてしまったのかっていうことなんですけども、なんでこの話をね、澤田さんとね、話をしようかなというふうに思ったかというと、まず澤田さん自身がですね、まあ、朝日のあえらとかでも働いていてね、で、そこでも仕事をしてて、まず中のことよく知っている。プラス、これは、じゃあ、一体どうして起きたのかっていうと、もう今の日本の出版のね、構造的な問題、メディアの構造的な問題っていうのがあってね。で、山本太郎さんの話とかもね、実はそこに絡んでいて、別に山本太郎さんのせいで亡くなったとかではなくって、山本太郎さんが言っていることとかも含めて、こういういろんな政治の問題も含めてメディアの問題、話をしていければいいかなというふうに思っています。まあ、澤田さんはね、ルポー技能実習生というね、本を書かれていて、すごくね、面白いんだけども、ぜひね、この本もね、今日見て面白いなっていうふうに思ったら買ってほしいなというふうに思います。澤田さん、よろしくお願いします。お願いします。まあ、まずね、お亡くなりになった方にね、本当に痛ましいし、ご冥福を祈りたいなというふうに思うところではあるんですけども、まあ、この事件どうして起きたのかっていうことなんですが、まあ、澤田さんなりに、思うところがあって、これはですね、話をしたいということですよね。やっぱりまだ33歳記者の方だっ若たいんでよすけどね。も、こんな若い方が自ら命を絶ったっていうことで、やっぱり彼の思いも含めて、やっぱり今、ね、これは単なるね、朝日新聞の中ので起こった事件というよりかは、ちょっと今のメディアがどうなっているのかっていうのをちょっとぜひ知ってもらいたくてですね、それで、なんかその、この番組で佐藤さんおっしゃられてましたけれども、まあ森かけの公文書問題、をスクープした、要は朝日新聞が、要はその投開票日の1週間前に、もうこのまま自公政権続けますぜみたいな、要は世論調査だけを並べたような記事で情けないみたいな話されてましたけど、やっぱり今本当に現場の記者がやっぱりペンで戦える力がどん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 弱まってるんですよ。で、やっぱちょっと気になったのが、選挙特番、各選挙特番やってましたけど、池上彰さんが、要は山本太郎に、要は聞いたときに、要は選挙の手応えどうでしたみたいな話をしたときに、いや、まあ手応えはあったけれども、まあ、どれぐらい、票は、議席は取れるかわからないみたいな話と同時に、池上さんの特番だったか、どれだったか忘れましたけど、山本さんがやっぱりし、あの、自分たちの政策がどん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 、ね、発表してるんだけれども、やっぱりメディアの方がこっちを向いてくれないからみたいな話してたんですけど、やっぱりメディア自体にね、正直もう余力ないんですよ。例えばもう昔から結局ね、今回の 週刊文春が要は朝日新聞で命を絶たれた方の話って、まあきっかけとなった記事があるんですけれども、それが今多分、チャンネルに今、この表パ示されナてるんですかね。早期退職に1000人超応募っていうやつかな。そうですね。まあ、それの記事で、まあ、命を絶たれた記者の方が、要は別にパナソニックのことを別に批判的に書いてるわけではないとは思うんですけど、そのまま読んだら、要はパナソニック側のコメントとして、要はパナソニック、要は会見の、要はパナソニックの、社長の言葉ですよね。で、まあ、その会見って、まあ、長いこと喋るので、どこの言葉取るかって、その記者の主観でしかはないんですけれども、まあ、この朝日の記者が取り上げたのが、やっぱパナソニックが大きく変わっていくという説明が不十分だった。もう少ししっかりと説明ができていれば、活躍を期待していた人まで退職することにはならなかったと思うっていうコメントのみを記事の中で、まあ、引用してるんですよ。まあ、別にパナソニックを批判してるわけじゃないですけれども、まあ、パナソニックとしては、まあ、なんていうんですかね、まあ、期待してる人まで辞めたっていう。
いうことを、だからまあ、いわゆるパナソニックとしては、まあ、ちょっとネガティブな、まあ、イメー話ジをして的でるはあと。りますよね。それで、なんか一方で、同日の読売新聞とかの記者とかは、じゃあ、その社長会見でどういうコメント取り上げてるかって言ったら、ポテンシャルを発揮できれば、事業は成長に、転じる、選択と成長、成長に、取り組んでいくみたいな、その前向きなコメントを載取りせ上げてているんでと。すよね。で、やっぱりまあそういった中で、やっぱりその結局、要はそのまあ公文書改ざんをまああれだけスクープして盛りかけもあれだけ頑張ってきた、まあ、朝日新聞ではあるんですけれども、やっぱりその大阪の経済部の方で、やっぱりその経済部の方で、やっぱりその経営、あの現場というよりか経営者寄りの人が、まあ、上におられて、やっぱりそういった人から、やっぱりちょっと、要はそういう、やっぱりまあ、文春で書いてますけれども、まあ、パナソニックから朝日新聞に、要は年間5000万円ぐらい超える広告収入があるわけなんですよ。だから結局、今、メディアが一番ね、弱いのが、結局、その新聞も雑誌もどんどん部数減ってきてるじゃないですか。で、部数が減ってきたら広告単価も減ってきて、で、結局、要は社内で、要は人件費削減して、取材経費をまず削減して、今度記者を減らしてみたいな話になってくるじゃないですか。だからどんどん取材する力はめちゃくちゃ弱まってるんですよなるね。ほど。で、こんなことで命を絶つ必要なんか全くないんですけれども、でも今、だからその広告主の顔色を伺いながら、こういうふうな取材もしなきゃいけないような状況になってきてるんですよね。去年私ね、私も一貧乏記者としてね、メディアのことをちょっと皆さんちょっと知ってもらいたくて、私、例えばね、ツイッター、まあ、弱小アカウントながら運用してるんですけれども、私、ツイッターの運営、ツイッターする中で、100%気をつけてることが一つ、一つだけ守ってることが一つだけあっほう。て、皆さん結構何気にね、ヤフーで上がってる記事をね、そのままツイートでリンクして貼ったりするじゃないですか。私、絶対しないんですよ。ヤフーが書いた記事ではないですから。ヤフーが取材した記事ではないですから。だから僕ら現場からしたら、確かにその私は十分記者としては、週刊誌のアイラっていう雑誌の記者の時代が長くて、私がアイラに入ったのは2008年ぐらいで、まあ、まだその今 SNS だとか、その日経電子版もまだ出てなかったかな、そういう時代だったんで、まあ、たかだか買ってくれる人が、まあ、当時だったら20、まあ、10万部、15万部ぐらいですかね、実売部数で。いや、15万部、15、10万、15万しか読者がいないところが、やっぱインターネットなんて数がブワーッと膨れるんですよ。だからいろんな反響もあるし、やっぱりまあいろんな、ヤフコメでいろんな反応も出たりして、やっぱ書いてる側としては良かったんですけれども、やっぱりね、結局、皆さん、当たり前、まずね、本当にやらなきゃいけないなと思ってるのが、誰がニュースを書いてるのか、誰が取材してるのかって、だからその農業とか建設とかでも一緒ですけれども、もう今、日本の構造が、結局、ああいう大手のプラットフォームみたいなところに、要は野菜だったら、要は野菜とか惣菜パンだったら、要は大手流通が、はい、ここの棚に置かしてやるぞと。お貸してほしいんだったら安くパン作れと。で、だから結局、ま、メディアの業界も一緒なんですよ。じゃあニュース読ませたいな、買ったを。だったらは安く記事提供しろみたいな感じなんですよね。それで、例えば、そのヤフー、みや、結構、やっぱり現場で記者してる人間からしたらね、すごい違和感があるのが、やっぱりその、澤田君記事読ん、あれ、あの、ヤフーの記事読んだよとか、LINE のニュース読んだよって言われるんですけど、違うんですよ。別に、掲載されてるのはヤフーかもしれないですけども、もともと取材したのは、例えばビジネスインサイダーだったり、マイナビ農業だったり、まあ、いろんな媒体だったりするんですよ。その媒体が取材経費とか原稿料を出してくれてるわけじゃないですか。それで原稿を書いて、要はその、
まあ、PV バックっていうんですけど、PV バックを狙って各社はやっぱりヤフーが一番最大なんで、ヤフーにまず上げさせたいんですよ、うん、ヤフーで呼んでもらいたいんですよ、うん、でそれで結局そのヤフーで例えばそのどうしましょうかね、まあ何でもいいんですけど、まあ、私が今例えば連載してるサイゾーであれば、例えばサイゾーで書いた記事が、うん、例えばヤフーに載るじゃないですか、うん、で皆さんクリックしていちいち見ないでしょ、そのどこの会社のニュースなのかとかって、うんうん、まあ私は結構見るけど、ほとんどの人は見ないだろうね。ほとんどの人は見てない、うん、まず見てない、うん、どこのニュースか。で例えばそこでまあそのクリックされたら、そのもちろんその PV バックっていう形で、うん、まあ、いわゆる、まあ、原稿料じゃないですけど、うん、ヤフーからその要は出版社とか新聞社に要はお金がバックされるんですけれども、うん、1PV あたりどれぐらいのバックがあると思います？ 1PV って言ってもあれなんで、ね、イメージとして例えばそのヤフートピックス、ヤフートピックスって一番目指すところにあるじゃないですか、うんうん、でヤフトピに上がればだいたいその少なくとも20万とか30万とか50万とかの PV を稼げる、うん、まあすごい読まれるんですよね、うんうん、読まれるってことですけど、大量に見られるわけだ、大量に見られるわけ、うんうん、それこそその100万ページビューとか、うんうん、例えば100万ページビュー稼ぐとしますよね、うん、例えば週刊スパの記事が、うん、週刊スパの記事が要は週刊スパさんも日刊スパってウェブはあるので、うんうん、要はまあ、週刊スパさんはヤフーニュース提供してるじゃないですか、うん、それでじゃあそのもし100万 PV 取ったら、じゃあその週刊スパ発行してる不走者にいくら入るか、いくら入ると思いますね。私はもうこれを知ってしまっているんですけど、うん、皆さん、うん、さあいくら入るかな。100万 PV ですよ、100万 PV。 ちなみに、うん、そうだね、 YouTube だったら、うん、100万回再生される動画を作ったとしましょう、うん、だいたいね、安くっても、うん、10分の1は入ってくると思うよ、うん、いわゆる100万回再生で10万円ぐらいは入ってくると思います。うん、ってことは、うん、まあ100万回 PV って言ったらね、ヤフー、天下のヤフーさんですからね、うん、YouTube と同じぐらい入ってくるんじゃないですかねっていうふうにちょっと前振りを振っておきます。うん、うん、まあ答えは2万円なんですよ。ねえ、すごいよね。てん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 ですよ、うんうん。びっくりの金額ですよ。うん、100万回読まれる記事を書いて2万円しか入ってこなかったらどうやって取材せっちゅうねんっていう話、うんうんうん、だから今回その自ら命を絶たれた方兼ね、うん、こうその週刊文春の時の週刊誌報道の一事件として終わらせるのではなくて、これ今のメディアがどうなってるのかっていうのを、うん、本当に考えるきっかけにしてくれんと、うん、私自身も食っていけないし、うん、もう取材した原稿なんか世の中に出なくなりますよ、うん、だから結局広告が減っ、要は売上が減って広告が減って取材経費が減って記者も減って、でそれで広告主が強くなるでしょう、それで物も言えなくなるでしょう、うんうん、その結果が今回の事件なんですよ、うんうん、簡単に言ってしまえば、うん、だからその結局みんなマスゴミとか言いますけど、新聞社とかがやってる仕事ってめちゃくちゃ丁寧なんですよ。もちろん朝日新聞とかってすごいやっぱりいろんな批判、朝日新聞を批判するのが生きがいみたいな人がいっぱいいるんで要はもう誤字脱字とかね許されないんですよ、うんうん、だから結局その記者が減らされていく中で、やっぱりまあその一面の記事とかね、その大阪本社とか東京本社がやるような記事は別としてね、うん、本当に地方の支局の記事とかだったらね、校閲ももう記者同士でやらざるを得ないんですよ、うん、例えばそのまあ地方の記事の定番とかだと、例えば少年野球の記事とかあるじゃないですか、うん、それでまあ例えば淡路島で何々大会があった、何々チームの澤田君が選手宣誓したってね、うん、あれってね、もう新聞社の仕事ってね、記者同士のニュアンスで1文字ずつね校閲していくんですよ、うん、校閲資料も準備して、うん、
例えば澤田君が選手宣誓してあったら、三水にたくさん、難しいこの沢、田んぼの田、日に光とか、で記者同士で1文字ずつ潰して、それぐらい丁寧にしてこう出したものが、それはまあ、あんなポーンと載せて、100万ページ取っても、まあ、これで、まあ、出版社とか、新聞社なんて多少の差はあるんですけれども、まあ、私がさっき言った100万ページビュー2万円っていうのは某中堅出版社から聞いた話ですけど、まあ、とはいえ、その朝日新聞になろうが大新聞になろうが、まあ、それが、まあ、たとえ10倍になっても100万ページビューで20倍です。10倍にはならないと思いますけど。うん、そういう状況なんですよね。だからその、まあ、この私の一月満足で喋るときって、結局その例えば農産物とかね、建築とかね、コンビニの惣菜パンとか誰が作ってるのかってね、結局技能実習生だとか、そういうふうに要は生産者に もっと目を向けていかないと、やっぱりそこを見ていかないとダメだっていう話してますけど、マスコミも一緒なんですよ。うん。だから結局その今、ランサーズだとか、いわゆるそのインプダシメディアでは一文字一円とかで、いわゆるこたつ記事って言われるものが大量に上がりますよね。まあ、こそれたこつそ記ヤ事っフてートでピッもクス知らんも。と思う。なるほど、なるほど。こたつ記事っていうのを、まあ、一番わかりやすい例で言ったら、よく東スポウェブとか、スポーツ新聞系のウェブサイト、ウェブサイトが上げてるやつで、だから要はその松本人志がこう言ったとかって、まあ別にそれって別に松本人志に取材してるわけじゃなくて、要はそのテレビ番組見ながら、テレビ番組で松本人志が喋ったことを書いてるだけなんですよ。うん。で、それで、まあ、例えば新聞とか雑誌だったら、朝日新聞によると、5555555で、それで、まあ、ちょっと自分の見解つけて一つの記事にしたりね。要は、まあ、コピペですよ。新聞社とか、週刊誌とか。だから、本当に、取材費出して、取材してる人たちの原稿をその、まあ、切り貼りしてやってるっていうのは、こたつ記事ですそうですね。よね。まあ、そういうのが増えるわけやな。だから、まあ、こうやって広告主強くなって、ものも言えなくなり、やっぱりこの、なんていうんですかね、私ね、ぜひね、メディアでね、一回ね、戦わんとね、戻らんと思います。多分ね、今、世の中出てるほとんどの一次情報って、ほとんど新聞社、週刊誌が取ってるじゃないですか、テレビ局だとか、第一次情報っていうのはね。だからその新聞社、テレビ局、出版社が、1ヶ月でもストすればいいんですよ。もう一斉にニュースを止めると。ヤフー、LINE ニュース、スマートニュースとか、まあ、いろいろありますけど、要はそのニュースメディアの配信を1ヶ月止めたら、誰がニュースを作ってるのかっていうのがよくわかると思いますそうやね。それすごい面白いと思よ。うよ。で、そうしだからて、結局、なんや、ただでニュース読めへんやんけっていうふうになったときに、ただなわけないんですよ。ね、あ、ごほんめんとなそうさい。や。ちょっと切れましたけど。いや、でも、実際そう思っとる。思っとる。特に、この本。本もそうよ。900いやい円や、で売ってんねまあその本。ん。ね、で、9、た、あ、これ860円か。860円で売ってるけども、ね、これどれだけ、1万部だとしましょうよ。これが。ね。で、それで、さださんに入ってくるのは、1万部売れたら86万円よ。で、これ書くのに2年かかったら、年収で、売上ベースで40万ちょっとよ。で、それで、これだけのことをやろうと思ったら、これ無理。でも、ごく一部の、すごく、稀有な人。まあ、変態。みたいな人がいてね、それでも真面目に書きたいっていう人が残るわけだ。で、それで、それに頼っていてはどうしようもないと思う。例えば、本間さんの東京五輪の本は今度12月にまさにこの同じ、ちくま。出まちす。くまから、はい。で、900円、定価。で、それで、9000部。でも、2年かけて書いた。40万。電通的に回していっぱい取材してね。で、それですら高くて買えない。滅びろ。もうそんな社会。真い田や、さんが切もう、れるん私、やったら、俺はもっと、実はもっと怒ってるよ、俺だって。
滅びてしでもまい。ただね、ただその、なんていうんですかね、でも絶対メディアって必要なんですよ、権力のそ監らそう視だ。だとかね、現場で何が起こってるのかっていうのをね、それで、やっぱり本当に1ヶ月ストライキしてもらいたい、本気で、新聞社も生き残りをかけて、だったら新聞買う人増えると思いますよ。やっぱり世の中で何が起こってるのかみんな知りたいでしょ。そらそうだ。で、こたつ記事書いてる一文字一円のああいうライターさんたちも仕事もなくなりますから。なくなっていいよ、そんなの。で、それで情報がただ手に入らないって嫌だって言うんだったら、ええよ、みんで。それなんでただで働いてくれないんだっていうのと一緒。で、ただで入らない情報が嫌だ、ただで情報が入ってこないなんて嫌だっていうふうに言って、じゃあテレビつける。それ電通が広告つけてくれてるから流れてん。で、じゃあずっとテレビ見るか？で、それでテレビに対して、テレビ番組は全くとかって。ほな、言うてたら無理無理。ダメです。だから、情報がただだと勘違いしてる人が、今回、朝日で亡くなるようなこととか起こすんだよ。で、ただね、それだけじゃないと思います。例えば、もっともっともっと悲惨な状況になっている、アメリカは、じゃあ、ワシントンポスト、ニューヨークタイムズ、一体どうなっているのか。ボロ儲けしてます。それはどういうふうにしているか。それは、デジタル化を進めているからです。デジタル化を進めて、生産性を上げて、配信をね、しっかりどういうふうにやるか考えてる。それはちゃんとやってるよ。だからそれはメディアの責任もある。だけど、まあ、メそディれはア、そうですよ。だから、その、遡れば、だから、その、ヤフーっていう大ポータルサイトができるときに、要は当時の IT 音痴の、要は新聞社、出版社幹部の人たちが、要は、その、無料でも、さっき、その、100万 PV で2万円とかって言いましたけど、当時はそういうお金が発生し始めたのも、ここ最近の話ですからね。ずっとただでしたからね。だから結局その IT 音痴の経営幹部たちが、結局その、要は朝日新聞ってかでこういうニュース配信すれば、それを読んだ人が、まあ新聞かって読んでくれるだろうと思って、みんなこうやって配信しだしたんですよ。で、そうやって自ら、自さ、あの、い、あの、真綿で命を首絶をった絞めと。ていったっていう、って感じですよね。でも、だから本当に政権報道、選挙報道とかが薄くなってるのも、本当にはっきり言って現場の記者が少ないんですよ。だから佐藤さんが、だからその、要は、冒頭話した話ですけど、やっぱりその、要は怪文書、公文書改ざんのスクープした朝日が、要はその、投開票日、1週間前の、情勢調査で、要は自社の見解も述べず、要はただ並べてるだけ。いうふうな、あれも、まあそうは思うんですけど、多分その現場ベースで言うと、やっぱりもう全然記者の数が少なくなってきてるんですよ。で、ああいう情勢調査とかだったら、やっぱりそのいろんな人の名前とか一字一句間違えたらダメなわけなんですよ。いや、もうそそられそうだ。で、要は新聞の掲載日が誕生日の人とかもいるわけなんですよ。だから誕生日、要は生年月日から誕生日とかも全部一文字ずつ調べていくんですよ。で、過去の経歴とかもね、やっぱりそれ読み合わせしながら、もうど、ぞん、すごい膨大な時間がかかるわけなんですよね。だから私は逆に佐藤さんと逆の印象で、朝日の報道を見たときに、本当にもう記者が減ってきて、もうこれで手一杯なんだなっていう印象を受けましたね。なるほどね。だからまあ、ある程度、やっぱりだから、貧すればどうするじゃないんですけれども、やっぱりある程度、お金と人に余裕がないと、やはり遊軍って呼ばれる記者、だからその警察担当とか、その要は省庁担当とかではなくて、要は自由に、自由に、じまあ、自由って言ってもまあ100%自由なわけじゃないですけれども、いや自分の問題を持ったテーマをずっと追いかけていく記者っていうのが、まあ、どん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 少なくなってますよね。まあ、そうなってきたら、まあ、新聞雑誌自体も面白くなりますし。そうね。ワシントン・ポストとかね、そういう意味ではきちんと対応して売り上げ上げてるんだよね、デジタル化に対応して。
で、まあそういうのは日本でもできるはずだから、まあ劇薬的に行くんであればストもいいと思うしね。人がその亡くなるよりかは私はマシだと思う。いや、私はストやってもらいたいですね。もうずっと言ってるんですけど。まあでも、だって、なんか、なんていうんですかね、こんな、ジャージ着た、ひげ眼鏡坊主の、おっさんが言っても説得力ないと思いますけれども、やっぱり一応、要は出版社的には、まあ、名前の通った千曲新書と中央公論から、本を、著書を2冊出していて、やっぱり世の中的には、儲かってるんでしょうねとかって思われますけど、まあ、全んくな儲わかってけないわない。けですよね。で、結局雑誌とかも、だから原稿力どん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 下がってきて、いわゆる出版社が、まあ、例えば現代ビジネスとか、文春オンラインだとか、まあ、出版社とか、まあ、ウェブメディア持ってるじゃないですか。大体ああいったところの原稿料が、安いところ、まあ、大体安いところで1万円。で、高いところでまあ3万円ぐらいですね。1本書いて。で、取材経費が出れば、あれですけど、まあ、生活していくには、例えば週1本、例えばまあ3万円、4万円ぐらいの、まあ、ちょっといいところで書いたとしても、週1本書くって結構大変なんですよ、取材いしたやー、方も。大変やろ。ちゃんとしたやつを書こうと思ったら、文具書くわちけじゃゃんとなしいんたやものをから。書こうと思ったらね、週1本だったら4万円としても4かける16万円でいけないです。だからあんまりマスゴミとか言う前に、もうちょっとそこで書いてる人の状況がどうなってるのかとか、こう、要はね、朝日、要は権力を監視するっていうのがメディアの仕事の一つじゃないですか。やっぱり今回のこの若い記者の方がね、自ら命を絶ったっていう、その彼の意思を継ぐためにも、やっぱりメディア全体がどういうふうに、誰が記事を書いて、誰が記事を取材して書いてるのかっていうところには、ちょっと思いを馳せてほしいですよね。で、少なくとも、例えば皆さんツイッターとかされてると思いますけれども、もうヤフーで見たものを、そのまま、結構だからイラッとするのが、まあ、自分の書いた記事って、そのヤフーとか MSN とかに配信されるじゃないですか。それで、MSN とかで開いたら、MSN にいいねして、押してくださいみたいなポップアップ出てくるじゃないですか。え、俺、お前から1円も金もらってへんわって感じですもん。そうやね、本当に。何がいいねんじゃボケって感じです。だから本当皆さんぜひね、本当に日本の民主主義守るためにも、本当にそのヤフーとか、ああいうところに、まあ、便利だから右上にツイッターとかフェイスブックのボタンがあるから、ポンとそれでリンクを押すんじゃなくて、やっぱりそこにちゃんと媒体が書いてありますから、そこの媒体に行って、そこの媒体にもちろんその同じ記事があるんで、そこからリンクを貼ってやってもらいたいですよね。だからそこのもともと、要は生産者、要は記事作ってる側のメディアからしたら、その記事作ってるメディアの PV 数が増えれば、そのメディアはそこで PV 数が上がれば、要は広告収入も増えていくじゃないですか。だからなんでそんな儲からないけどヤフーに出す意味って一つしかないんですよ。結局、だから、ヤフーのニュース、ヤフーの記事ってね、何でもいいんで、例えば今ヤフーのトップページ開けれます。開けれるよ。ヤフーニュースのトッ開けプれペーまジです。いい？ヤフーニュースでいい？で、今だ、ヤフージャパンのトップページ。ヤフージャパンの方？ヤフーニュースじゃなくて？ヤフージャパンで。はい。ヤフーニュースでも、どっちでもいいですけど。じゃあ、ヤフージャそパれでン開今、いた。コロナ飲み薬、英国が世界初承認。これが一番上に上がってますよね。あ、これ朝日新聞デジタルやね。これ、まあ、右上に朝日新聞、まあ、左、朝日新聞デジタルって書いてるじゃないですか。まあ、ここまで見る人はいるかもしれないんですけど、で、結局、なんで皆さんそれでもヤフー出して、でやるかって、やっぱり自社のサイトに来てもらいたいんですよね。で、この記事の下に関連記事ってあるの分かります？
このヤフーではなくて、いや、このヤフーでコロナ飲み薬エイコが世界初承認、このニュース開いてもらったら、下のこの方。朝日新聞デジタルの記事が出るじゃないですか。それで記事の最後に記事にリアクションしてみませんかっていうのがあって、その左下に関連記事って5個あ並ぶるじゃないね。ですか。ここを押せば、ここに、ここを押せば直接朝日新聞デジタルに行くんですよ。そうね。で、各社、だからその自分のところの自社のサイトの PV を上げるために、要はそのヤフーにニュースを出せば、いや、この関連記事を5つ上げることができるんですよ。それで自社のサイトに引っ張ってくることができる。だからやってると。なるやっほどね。てますけど、まあ、それじゃダメですよじゃあダメでしね。ょ。もうだからちょっと、今回のね、お亡くなりになられる方の意思を継ぐためにも、ね、メディアのちょっと形っていうのを皆さんに分かってもらいたいですし、なんとかしたいっていうじゃないと、山本太郎が結局もう記者が減って、どんどん減ってきたら、もう本当に各党回る暇なんかないんですよ。もちろん与党とか野党とかは、野党党首側は担当記者がついてずっと取材して回りますけど、やっぱりその令和とかそういったところまでカバーする余力がないんですよね。で、だからそういった意味でも、多くの人はね、例えばこの本1冊買うのも高いという人が多いのも事実だと思うんですよ。本を1冊買うのも高いと。ね。で、いつから始まったのかわからないけど、私、新聞配達してるんですよね。してたんですよ。5年間。学校行かずにね。中学校2年から高校3年の受験直前までやってたんですよ。で、それで、あの時はね、私が配ってたのは滋賀県の草津市だったんだけども、草津市の新興住宅地なんで、新聞をね、3紙取ってるところの家が結構多かったんですよ。要するに、例えば朝日、産経、日経とか、あるいは朝日、日経、日経産業、あるいは京都新聞と日経を取ってるとかね。そういうふうにこう、2、3個取って、要するに経済は日経ちゃんと読んでっていうふうにこう分けていたと思うんだけど、多分もうそういうところ激減してると思うわ、今は。激変というか、いないんじゃないですかね。で、そうすると、その新聞配達所も潰れてるだろうしね。で、もうどん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 本と情報を読まなくなってさ、皆さん、大学生とか学校の頃にどれぐらいね、新聞を読んでいたのか、私は知らないけど、私、大学生の頃、新聞何読んでたかっていうと、朝日、読売、日経産業、日経金融、日経流通、文化通信、7個読んでたんですよ。で、なるそほれど。は、私が変態だっていうのもあるんだけども、でもやっぱ、情報って金払ってゲットしないと意味がないっていうのが持論だったんですよね、自分の中では。で、かつ、私それ読んでたの18歳の時なんですけども、就活の時までね、大学生にとってそれだけ月3万払うの大変だって。大変だったけども、なんでそれだけ読んでいたかっていうと、多くの、情報の価値って何なんだろうって考えたときにね、まず正確であること。これは当然大事ですよ。これが第一。次に、希少性。ね。正確だ。ね。だけど、誰もが知ってる情報。これって意味あるかって言ったら、私は、あんまり役に立たないと思ったんですよ。自分が大学生の頃にね、就職活動とか自分がいろいろ経済、
勉強していく上で。だから自分が思っていたのは、正確だけどもなるべく知られてない情報にアクセスしないとダメだと。で、それだけ期間があったのは就職氷河期だったからなんですよ。で、ただの情報、例えばリクルートとかが配ってたよ、当時から。就活情報とかね。ああいうの配って就活なんかしても俺は勝てないと。ダメだと。だから、大学生が知らないような情報を金で買ってでも、他と差別化をしなかったら勝てないっていうふうに思ったからやってたけど、これはもうビジネスでも何でも一緒だと思うんですよね。情報に金を払う。でも、それがどん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 なんか知らんけどね、薄れていっているんですよ、今。で、そいれや、だのから、結果ね、媒体自身も死んでいくっていうのは、で、そうすると日本全体も沈没してるじゃんっていう。すごい恐ろしいことですよ、これは。いや、本当恐ろしいし、やっぱりこの時期って、大学生から、要は、私、外国人分野ずっと取材してるので、やっぱりその卒論を書くために、ちょっと話聞かせてくれないかみたいなんで、まあ、去年もでしたけど、この時期って、いろいろ、なんかで、メールとか電話なんとかかすごい来るカんチカでチす音よ。がする。あれ？あれ、なんかカチカチカチって音がした。なんか触った。大丈夫？あ、大丈夫です、ペ大ン丈夫のです。音や。多分ペンの音がした。ペンの音がした。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。それで大学生とかと話すんですけど、新聞読んでないですからね。みんなご承知だと思いますけど。結構だから私、卒論を書くために問い合わせてくる学生なんて、やっぱカチカチ音が結入っ構ちゃいな、ます。カチ名カだたチ。る大学なんで。カチカチ音が入ってしまうんで、ペンは。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。で、あれ、何が言いたかったのかな？カチカチ音じゃなくて。卒論を書くときに大学生が新聞を読んでないっていう話をしてた。で、それで新聞で、結構大学生とか、新聞なんかいらないんじゃないかとか、別にネットで見れるじゃないかとかって言うじゃないですか。ああ、でもうも、貧乏人への道やね、それは。新聞ってベースじゃ、別に、朝日がいいとか読売がいいとかじゃなくて、ベースじゃないですか。まず、結局、要は、結局、今、AI で、結局、芸能人の、ニュースとかクリックしたら、もうその AI がまた勉強して、同じようなニュース、どん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 引っ張ってきて、アホが量産されてるだけなわけじゃないですか。でも、新聞って、中身に悪いは別として、まず、要は政治の世界、政治面、社会面、外交面、生活面、教育面、だから別に自分が見ようとしなくても、要は世の中に今全体に今こういうことが起こってんだっていうベースができるじゃないですか。だからそこが全くないですよね。もうだから自分の見たいものだけをこう見続けるっていう感じ。だからまあ、新聞なんかいらんっていう人が多いですけど、私は絶対新聞は読みますけどね。で、それは絶対もっあっとた言え方がいい。ば、だから今回のこの週刊文春でお亡くなりになられた方、こんなことが起こらないように、やっぱりいろんなご批判はあると思いますけど、やっぱり新聞は守っていかなきゃいけないと思います。でも海外はうまくいってるけど、日本はうまくいってないって、日本のやっぱりやり方が下手なんですか、商売の仕方。ウルトラ下手くそです。具体的に、例えばどういうとこが下手なんですだってよ、ね、か。僭越ながら私ですね、例えば、ルポ、技能実習生、買ってねとかっていうふうに私が言ったらさ、全然売れへんかったってことはないわけですよ。ないね、です。大体アマゾンランキングでブワーって上に上がるわけですよ。上がる。すごい上がる。で、あとね、このくっそ硬い佐藤さん、朝日の先輩の佐藤さん、職業政治家、小沢一郎、ね、1700円ですよ。これ、もう少しで2万部。わ、すごい奇な。跡ですよ、これはもう。2ね。万か。で、それをね、私がね、買ってね、今日も読書とかってやってて、ね、売れとんねん。なぜ？ね。で、私、ただの一人のゲリラ兵ですよ。ただの。で、朝日新聞なんか正規軍じゃないですか。もう、まず本部がドーンって築地にあって、ね。もう退職金だけで1000億円くらい積んであるからね。私、朝日の財務諸表を見るの好きなんやけど。それだけね、金があって、
なぜヤフーにそんな叩き記事を流すっていう。と、朝日新聞なんか俺と契約して今日の一面チェックとかってやって、みんな朝日新聞契約だよとかって言うもん、絶対売れるから。で、そういう、だから金はあるのにやり方失敗しとんねん。で、ただこれは、朝日だけじゃなくって、日本国全体の問題でもあります。この記という者のは、とかね、著者っていうのを大きく何かを作る人、クリエイターだというふうに仮定したときに、私のもう一つの本業がアニメ、ゲーム、漫画業界。アニメ、ゲーム、漫画業界って、とあることが起きてから、給料とか単価が大体2、3割減ってきてるんです。伸びなくなってきてる。これは何の登場か。スマホ。スマホ。今までは、任天堂とプレイステーション、ソニーがね、まだ外資じゃなかった頃は、ね、日本人が作ったクリエイターが日本人のプラットフォームで売れて、そして、日本人が買ってって、国内で還流してた。これが今は、アマゾン、グーグル、アップルに上から取られて、そのおこぼれを抱いてる状態。だから、グーグルとかアマゾンとかが日本でね、使われてる以上、残念ながら、この構造はものすごい大きな問題。これは日本人全員の給料を下げてる原因の一つだと思う。で、そういうのを政治家が理解してないっていうあたりとかね、含めて、まあ、例えものすごば、く技嫌。能実習生840円で、俺、アマゾンで例えば買っていただいても、そのうちの半分、420円はアマゾンですから。そうよ。なんかそういう、メディアがどういう感じでお金が回ってるのかみたいなのを、誰かちゃんと分かりやすく図式化してもらいたいな。そうやったらみんな分かってくれると思うんですけどね。じゃあ、アマゾン使うのやめたっていうふうにはね、多くの人は残念ながらならないと思います。ね。で、ちなみに、アマプラあるじゃないですか。アマゾンプライムっていうサービス。アマゾンプライムって、海外の料金ってね、すっげえ高いんですよ。海外料金。確か、アメリカのアマゾンプライムのサービスはいくらだったかな。アメリカのアマゾンプライムは年間一括の場合、約100ドル。高いじゃないですか、結構。高いですね。日本は、大体、確かね、今、月額一括だったら4000円ぐらいな。これ何のおかげかっていうと、楽天があるから上げられないっていう理由なんですああ、そういうことですよ。か。楽天の三木谷さんのこと好きーっていう人ってほとんどいないと思うんだけど、どっちかっていうと、いけすかんやつやな、本当に工銀出身で一橋か、大金持ちでやろ、みたいな感じで思ってるけど、アマゾンプライムの金額が安いのは楽天のおかげです。っていう対抗馬がないじゃん。だからこういうのを育てていけば、かなり改善はされると思うけど、でもそんな大きい話じゃなくって、こういうゲリラ的にさ、買ってねーとかって言ってたら、売れるんだから、売り方もうちょっと考えたらだいぶ改善すると思うけどね。まあでも出版社の営業って、まあ引き続きやっぱり書店営業がメインで、まあね。書店回ってポップつけてくださいとかね、そうなこうっやってなんまかうよね。YouTube チャンネルとか作ったりとかっていうのもないですしね。まあ結構そこは難しい問題だよね。本で当もは。本当に民主主義を支えるとかって言ったらまた、お前何様だって言われるかもしれないんですけど、本当に現場を回る記者の数が減り、取材経費がなくなり、だからその、どんどん掘り起こさなきゃいけない問題っていうものが、どん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 取材できなくなって、大変なことになると思いますよ。実際になってますしね。そうね、本当に。まあだから、認識すらされてないからね。私はそこに世界的なこの構造の変化とかいうのを、なんとかしたいって思いは最終的にあるけども、そんな大きなところからね、変えていってもしょうがないから、自分がおもろいなーって思った本で、そんで話してておもろいなーって思った人を応援しようと。で、そこぐらいしか私にはまだ無理だよ。だけど、これがね、大きくなっていったらね、少しでも救えるね、著者さんとか、
日本のメディアなんか変えられるんじゃないかなと思ってるし、私がよくさ、よくね、批判されるのは、カンパちょうだいってよく言ってるんですよ。カンパよろしく、カンパちょうだいっていうこういうふうにやると、圧が強い、清水やめてと、なんでそんなカンパって言うんだ。違う。著者の皆さんは、アフリカの難民並みに追い詰められてるんだよと。だからそこ救わんかったら、本当に大変なことになるよと思ってね、やっいぱつり、もやってるよ。結局、今、兵庫県の淡路島に住んでますけど、まあ、その淡路島だとほとんど神戸新聞なんですよ、読んでる人がね。それで、まあ、結局、淡路島に来たピー社っていう大きな会社がありますけれども、P 社まあ、いわね。ゆるその、ピソ提ナ灯記事ね。みたいなのが多いんですよ。それで、神戸の、神戸新聞の記者とかと話して、そんな提灯記事ばっかり書いて、まあ、ぶっちゃけ恥ずかしくないのかみたいなことをね、まあ、話したら、それはもちろんその神戸新聞の立場からしたら、そんな神戸にこうやって来てもらった企業なんだから、それは書けないよみたいなことを言ってましたけど、やっぱりだからその立場関係が強くならないと戦えないんですよ、戦政治家とえない。かそれは無理で。企業とか。だからそれが今回のこの、まあ、朝日のね、33歳の若い記者がね、これはまあ単なる、この方が命を絶ったっていうことを機に、やっぱりちょっと日本のメディアっていうのも考えていかないと、本当に記者の体力が弱くなっていって、本当にもう経済界、政界に対してちゃんと喧嘩できる記者がいなくなったら、もうそれこそもう資本主義じゃないですよ。で、めっちゃ一緒じゃね、民主主義じ民ゃな主い。主義ね。本当にそちうな思みいにまそす。の話題に出た神戸新聞はですね、2016年11月、ね、当期純利益、約、これはですね、16億円。2020年11月、直近、当期純利益、1億3000万。10分の1以下。10分の1か。これだけ追い詰められているわけですよ。そりゃまあね、広告出してくれるところに行くしかない。でも、これがもう悪循環になってる、もう。広告出してくれるところに逆らえない記事の質が下がる、読む人もいなくなる、ゆえにまた広告に頼るっていうふうに、もうぐる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 、なってるから、これを私は全部止める術はね、ないけど、例えば澤田さんとか私がいいなって思った人だけは応援しようっていうふうに思ってやってるけどね。だから皆さんもね、一月万札にカンパするとか澤田さんの本を買うだけじゃなくって、自分が好きな著者の本を買ってみる。ちゃんと買う。で、買った時にこれがさ、10分の1しか著者に入らへんのやっていう絶望感に打ちひしがれる。そこからスタートだよ。ちょっともう時間もあれだと思うんで、最後ちょっと一月万冊見てる方にお願いがあって、皆さんツイッターとかフェイスブックやられてて、その記事のリンクとか貼られると思うんですけど、ぜひそのヤフーとかから直接貼るんじゃなくて、ヤフーとか LINE ニュースとか、まあ何でもいいですけど、そこで配信されてる記事っていうのは大元の取材したメディアがあるので、そこのメディアのサイトに行って、そのメディアのサイトからリンクを貼ってください。それだけで民主主義が一つ進むと思ってます。小さな行動ですけど、大事なことですよ、それは。大事なことですけど、それをやらずして何なのかっていう。それもね、やらんとね、そんなんもめんどくさい、情報をタダでくれへんのとかっていうふうになるような国やったら滅びろ、もう。滅びてしまえ、もう。もうそんなね、意味ないと思う。もう、だってお似合いだよ。だってそんな風にやってたら、そりゃもう麻生太郎みたいなバカが財務大臣やるだろうし。ね。これだから、今回お亡くなりになったやつを文春買わずにね、かわいそうやなとかね、朝日新聞の叩き記事ばっかりいつも出てかわいそうやなって言ったら、それも、どんな喜劇なんですか、それは。この問そう題。やね。え？何？ほんまそうですね。それさ、かわいそうやなって言いながら叩き記事ばっかり読んでたら、皆さんの手は血にまみれてるよ。それは私はすいませんね、この
メディアのこの問題になると、ちょっと営業モードから変わってですね、情報の価値が分かってない人間なんて、そんな国民ばっかりとしたら負けるって、ちょっと過激になってしまうんだけど、ここばっかりはね、本当にいつも思ってることです、私も。で、戦争なんですよ、今、世の中。これ、海外と、中国、アメリカ、EU、そして日本。で、何の戦争か、経済戦争で。で、戦争でみんな一番大事なこと何か知ってるか？情報やで。パールハーバーでなんで奇襲ができたか。それ情報を掴んでたからで。で、そしてその次になんで日本が負けていったか。暗号を解読されて負けていったからで。情報を軽視する国民は滅びざるを得ない。それ仕方ないよ。それは一個一個皆さんが今日澤田さんが聞いたような話で防げる話です。で、ちなみに、手前味噌の話をしておくとね、私が就職するときは就職超氷河期でした。で、だから普通に戦ったら勝てないなというふうに思ったから、みんな、情報は正確だけども希少価値がある。要するに他の人がみんなリクルートの情報とかばっかり見てる中で、私は金を払って情報を積んだ。で、プラスその業界、自分が目指す業界の業界新聞っていうのがあんのよ。で、それを読んで、人事の話題に出した。面接の時の。私は、自分が最終面接行ったところ7社あったけども、面接は全部通りましおお、素晴らしい。たよ。で、最終的に全部蹴って、自分で Google で検索したベンチャー企業行ったんやけどね。だから、結局、情報っていうのをタダで探そうとしているうちは、あなたの人生もなかなか好転しない、仕事とかで。国全体も同じで。だから少しでも情報に金を払う。で、これを言ってそうだなと思って変わる人はいないよ。ぶっちゃけ残念ながらいませんよ。だからこそあなたが一歩動き出して、情報をちゃんと金で買おうっていうふうに思ったら、それだけで情報強者になるよ。ね。だからその結局取材経費かけられるっていうのは、例えば今話聞いてて思い出したのは、その2010リーマンの時に、派遣切りされた、私、いすゞ自動車行ったんですけど、いすゞ自動車で派遣切りされた労働者のね、ルポを、書いたんですよ。で、結局その書き出しのところで、要はその、ある派遣労働、で解雇された方が、その、要は、家を失って引っ越したっていう文章を書いたら、要はデスクから、まあ、これじゃわからんっていうので、要は、どこに引っ越したんだと。そこの、へ、その引っ越し先は部屋がいくつあるのかと。で、そこは家賃はいくらなんだと。やっぱりそういう丁寧な取材していかないと、現場の悲壮感って伝わらないんですよ。だからやっぱりその取材原稿って、やっぱりいかにその形容詞とかを潰していく仕事なんですよ。美しいとか綺麗とか増えたとか減ったとかではなくて、要は澤田さんは質素だって書くのと、澤田さんはイオンのスーツを愛用してるっていうのは同じ意味なんですよ。でもそれは取材に行かないとわからないんですよ。だからそうやって言語の雑感を見て書いて、歩いて書いていかないと、やっぱり伝わる人に伝わっていかないですからね。で、薄い原稿ばっかりになっていたら、やっぱり戦えないんですよ。ごめんなさいね。マスゴミがって言ってる人が、今回ゴミですよ。マスゴミかって言ってる人が、ただ記事ばっかり読んでへんかったら、お前もゴミやって俺は言いたいね。ぜひちょっと、そのニュース見るときに、まあ、せめてどの媒体が書いてるかぐらいは、ちょっと意識してみるようにしてもらえれば、僕らとしては嬉しいですね。まあね、とはいえ、まだマスコミだって言ってる方が意識が高いから、本当にあかんだ。何にも気にせずに、目の前に流れてくる LINE ニュース、へえ、ふーんって見てる人たちなんでね。今日はかなり、ちょっとハードルの高い話をしたかもしれませんけど、なんせ人がお亡くなりになってますからね。これを単純に、いつものノリでね、面白おかしく取り上げることは私にはできない。こういう方をね、かわいそうだというふうに思ったのであれば、全体的な構造を学んで、澤田さんが起こしたようなアクション、提案されたようなアクションをせめてしてほしいなっていうふうに思うのと同時に、今日澤田さんがね、
まあ、いろんな話、内部情報も含めて話をしてくれたことに、カンパが欲しいし、うん、また、あの、澤田さんのね、うん、このリポ技能実習生をね、うん、買ってほしいなと。いいんですよ。買わなかったら、あなたもそれに加担してるっていうことですよ。ね。でそういうふうに言われたら、すっごい嫌な気持ちになるでしょ？なるでしょ？いいよ。買わなくてもいいよ。でも、気持ちになったら、それが真実だよ。それが真実です。いいんです。買わないことを責めてるわけじゃない。せめてうわーっていうふうに思うことだけでも真実として味わってほしい。ここでそれを言わなかったら亡くなった方があまりにも申し訳ないと私は思います。というわけで、だから結局そのもう取材する体力もないからね、うん、結局技能実習生の問題にしても結局その分かりやすいそのお涙頂戴物の記事ばっかりになるわけじゃないですか、うんうん、でもこれがね、だからその今の徴用工問題と一緒ですよ。これ大げさじゃなくてね、うん、それで例えば50年後、100年後のね、学者とかがね、うん、政治家とかがね、当たり前に国会図書館行って調べるわけじゃないですか。うんうん、なんでこの2010年から2020年にこんなベトナム人が一気に増えてんだって、うんうん、その時の記事を調べたら、あなんかそのすごいひどい、あの待遇になって技能実習生ばっかりだみたいになったら、うん、将来的にベトナムからそのまた今の徴用工問題になる可能性もあるし、ね、うん、だからもう金かけて足かけて時間かけて取材して書かんとダメなんです、うん、別に私が全て本当のこと書いてるとはそこまでおこがましいことは言わないですけども、少なくともこの本書くためにベトナム12往復しましたからね。まあ、うん、細かくは読んでねっていうことで、あごめんなさい、すいません、はい、うん、それでも買わないって言うんだったらほーほーほー、でもそのあなたの今感じた嫌な気持ちも含めて世の中が回ってるんですよっていうことでね、はい、それを覆い隠しているねマスゴミのニュースの方がいいですかというわけで、買ってね今日も楽勝。